出張コーチです。今回もねピーチで快適な旅行見て、隣の席空いてんねんけどこれめっちゃラッキーじゃんこれ多分カップル予約して遅刻したパターンやねん。このまま乗ってけへんかったらめっちゃラッキーやねんけどな。このまま乗ってけへんかったらめっちゃラッキーやねんけどな。おっさん来たら終わりやねん。このまま乗ってけへんかったら俺広々のまま沖縄まで2時間快適なフライトを楽しめないけど乗ってくるね頼む乗ってくる。皆様おはようございます。本日もピーチをご利用いただきありがとうございます。この便は那覇空港行きです。皆様にお手荷物収納のご案内いたします。手荷物は上の物入れにいただく、入れていただくか、ご自身の一つ前の座席の下にお入れください。壁側や膝裏にはお体一つ前の座席の下でお願いいたします。なお、1列目にお座りのお客様、並びに非常口座席にお座りのお客様、お荷物はお足元には置いていただけない座席となっております。ご自身の手荷物は、上の物入れに入れていただくか、膝の上に抱えていただきますようにお願いいたします。またペットボトル、瓶類、缶類をお持ちのお客様、上空では気圧の変化により水漏れを起こしてしまう可能性がございます。ペットボトル、瓶類、缶類は上の物入れには入れず、ご自身の足元にて置いていただくか、お手元にてお持ちください。皆様のご協力をお願いいたします。収納方法についてご案内します。皆様の手荷物収納場所は座席の上の物入れと前の座席の下です。手荷物の中に不調品や壊れやすいものをお持ちのお客様は前の座席の下に収納してください。終わったわ。水筒やペットボトルなどは気圧の変化により水漏れの恐れがあります。周りのお客様の手荷物を汚損してしまう可能性がありますので上の物入れが開けられません。ご協力お願いします。繰り返しご案内いたします。ご自身のお手荷物は上の物入れに入れていただくか一つ前の座席の下でお願いいたします。壁側や膝裏には置かず一つ前の座席の下奥でお願いいたします。またペットボトル、瓶類、缶類は上空では気圧の変化により水漏れを起こしてしまう可能性がございます。ペットボトル、瓶類、缶類は上の物入れには入れずご自身の足元にて置いていただくかお手元にてお持ちください。予定だったのが7時9分です。またまもなくドアが閉まります。
シートベルトはねじれ緩みがないように根元から確認の上押してください。時間通りに飛んだ試しがない。絶対 100% 遅れるからな。2時間で来てん。9時半に那覇ですよ。9時半に7時5分発の9時半です、まあ、今日朝さえ間に合ってくれたら最悪今日晩ラストの飛行機乗り遅れて止まることになっても別に止まってくれるので、今日以降、今月はもう26日まで予定ないですから。フライトモードなど電波を発信しない設定に切り替えてください。メール送受信、電話での通話はただいまから目的地に着陸するまでお控えください。業務連絡です。キャビンアテンダント、セレクターレバーズ、アームのポジション。皆様おはようございます。ビーチへようこそ。この便は MM211 便、那覇空港行きです。この便の機長は田島、チーフパーサーは南部です。那覇空港までの飛行時間は離陸後1時間と50分を予定しております。ご用の際にお気軽に客室乗務員にお声掛けください。ただいまから非常用設備をご案内いたします。客室乗務員をご覧ください。音楽やビデオをお楽しみのお客様、大切なご案内です。3分ほど客室乗務員にご注目ください。手荷物は座席の上の物入れ、または前の座席の下に置いてください。離陸、着陸の時は座席のリクライニング、テーブルを元の位置にお戻しください。また座席にお座りの時はシートベルトは緩みのないようしっかり締めてください。外す時は金具の片方を持ち上げてください。機内に酸素が必要な状態になると酸素マスクが降りてきます。マスクを顔に強く引き寄せ、鼻と口に当て、
小紐を頭にかけてお使いください。小紐の端を引くと長さの調節ができます。非常口はただいま客室乗務員が示しているドアです。お近くの非常口を確かめください。脱出は乗務員の指示に従ってください。ジャンプして上体を起こしバランスを取りながら滑ります。腕は前に伸ばし手を握ります。手荷物は一切持たないでください。救命員は皆様の座席の下にあります。袋から取り出し頭からかぶります。ストラップを腰に回しバックルを差し込んで締めてください。前の引き手を強く引くと膨らみます。膨らみが足りないときは両側のゴム管を吹いてください。救命員は脱出の際ドアの近くまたは翼の上で膨らませてください。お子様の救命員は客室乗務員がお配りします。安全のしおりが座席ポケットにあります。ご覧ください。何かご質問がありましたらお尋ねください。ただいまから客室乗務員が安全点検を行います。シートベルトの金具を見せていただくと早期に離陸の準備ができます。また足元の手荷物は前の座席の下に深く入れてください。します。電波を発する電子機器は使用できません。フライトモードなど電波を発しない設定に切り替えてください。メール送受信、電話での通話は目的地に着陸するまでお控えください。ご協力ありがとうございます。皆様、この便は全席禁煙です。通路、化粧室も禁煙です。なお、電子タバコの使用も機内では禁止されています。皆様の安全運航に対するご協力をお願いします。
Thank you.
I don't know.